鳥屋は命神社は、東京都神津島村長浜にある神社。式内社で、旧社格は、府社。神津島北部、長浜から入った谷部に鎮座する。祭神は次の一柱。鎌倉時代末期の成立とされる、三宅記では、三島神が、柏島に置いた、長浜の御前から長子、他のない王子、寺子、田二体、王子が生まれたと記す。 これら三神の社はそれぞれ阿波命、神社、物意味名の命神社、日向神社に否定される。その他、阿波の神明から、イン部氏が阿波国から安防国に当選する際、当地に登留したことに由来するという伝承もある。平田厚種は、腰でに粉姫命神社公において、阿波命を天神羽は神に否定している。神津島前景中央は、 城は五年に大噴火を起こした天井山。その下の浜辺に、淡井の知神社が、右端の集落に、物意味なのいのち神社が鎮座する。創建は不詳。国史の初見は、俗日本語記の城は七年における記事で、上津島に座す神は、淡神は、三島大社本公である旨、物意味なのの命はそのおこ神である旨、そしてこの神々のため神宮四院が、 新たに造営された旨が記載されている。同記事では、続いて神院の様子が描写される。そして、猿城は5年7月5日夜に、神津島で激しい噴火が発生したといい、占いの結果、それは、三島大社の後、記載が以下よ賜ったにもかかわらず、本港たる泡神には、沙汰がないことに対する怒りによるものだとみなされた。同記事にある、五行とは、 静岡県下田市の伊古な姫命神社祭神を指すとされており、先の天朝9年には、三島神、伊古な姫命、両神を名神に預けるという記事が載っている。上記の上は7年の記事を受けて、約1ヶ月後に阿波神、モノイミナノの命両神の神界は、無位から十5位下に登った。その後はいずれも、モノイミナノ命と共に、 歌唱三年に十五位上が授けられた後、同年には感謝に列し、二十二年には聖5位下に登った。延長五年成立の演技式新名帳では、伊豆国鴨群に阿波神社名神大と記載され、名神大社に列している。現在の東京都の中で、名神大社は阿波井の知神社と物意味名の井の知神社のみである。中世の伊豆国神会長では、 伊豆国田方軍に三島神の次に、一品木先の宮と記載されているが、これは、阿波命が三島大社に招き祭りされたことによるとされる。近世には、当社は長浜明神、長浜御前と称された。明治21年9月1日、近代社格制度において不社に列した。伊豆主要神の深海年表本殿前術の俗日本語記、 上和7年9月23日の記事では、伊豆国ことの中で次の記述がある。このうち冒頭の、神院が、淡井の地神社を指すとされており、その中老以下で記された、神院の描写は、現社地や、周辺の形状に一致するとされる。特に文中では、即夕日礼浜、木しきさ聖治とあるが、現在の長浜の浜辺も様々な色な小石からなり、 五色浜とも呼ばれている。このように、淡いの地神社境内は、古代神社の立地を現代に伝えるとされることから、境内は、神津島淡いの地神社教域として、東京都指定史跡に指定されている。社殿は、昭和63年の集中豪雨で倒壊した後、平成4年に復元修理された。所在地周辺注車区原点出店。ありがとうございます。